どうも、シタクです。前回に続いて、ハイガーの LED ライトをレビューしていきます。今回は、この HG978 と、その後継機である HG999 について、こちらの順序に沿って紹介していきます。それでは、早速詳しく見ていきましょう。前回の動画でも簡単に紹介しましたが、ハイガーは中国深圳にあるアクアリウム用品メーカーで、日本だと主にアマゾンで格安 LED ライトなどを販売しています。今回紹介する HG978 と HG999 ももちろんアマゾンで販売されています。アマゾンの商品名だけではパッと見どっちがどっちかわかんないと思いますが、ページの下の方にある登録情報の製造元リファレンスを見れば978か999を判別できます。サイズは30センチ水槽用の14ワットのものから120センチ水槽用の42ワットのものまで幅広く展開しています。今回は30センチ水槽用の14ワットをレビューしていきますが、価格はどちらも約3000円、セールの時には2500円くらいまで値下がりするようです。早速開封しながら HG978 と HG999 の 14W モデルの基本スペックを比較していきます。どちらも箱を開けると簡易包装がされた LED ライト本体と電源アダプター、取扱説明書が入っています。ライト本体の色はどちらも黒色で、本体はアルミ製なので放熱が良さそうです。アルミ製ということもあってか、持った感じはずっしりしっかりしています。本体はマット仕上げになっていて、HG978 の方は高級感のある加工がされています。対して HG999 の方はそういった加工がない分、表面に溝が掘られていて放熱性がより強化されています。一応どちらも IP68 の防水レベルとなっているので、少々水がかかっても平気な仕様となっています。本体サイズは HG978 が幅 26.2cm、奥行き 11cm、高さ 0.7cm、HG999 が幅 27.3cm、奥行き 11cm、高さ 1.2cm となっていて、HG999 の方がほんの少し大きくなっています。どちらも付属のブラケットを調整することで30センチから45センチの水槽まで設置できます。設置した際の上部との隙間はどちらも約2センチとなっています。裏側の LED 面は値段相応の作りですが、 LED の数は多め、どちらも白色29個、青色11個、赤色4個、緑色2個、 RGB 12個の合計58個。どちらも消費電力は 14W で、明るさは 820ルーメン、 ライトの色合いに影響する色温度は 6500K、 色温度を示す変色性は RA89 となっています。本体から伸びているコードの途中にはリモコンが付けられていて、これで色の変更や点灯・消灯などの操作を行います。 HG999 の方はリモコンにディスプレイが付けられています。どちらもコードは途中で切り離せるようになっていて、全長は約2メートル。アダプターには PSE マークが印刷されていて、差し込みプラグは A タイプなので別途変換アダプターを買わなくても日本で使えます。
ここからは HG978 と HG999 の特徴を比較していきます。まず HG978 は3つの点灯モードがあるのが特徴です。1つ目のモードは電源ボタンでオンオフする通常点灯モード。手動で操作することで7色からカラーを選べて、明るさも5段階に調整可能です。2つ目のモードはタイマー照明モード。リモコンで操作することで6時間、10時間、12時間のタイマーを設定できます。タイマーのオン・オフの時はゆっくり点灯・消灯します。3つ目のモードは 24/7 照明モード。このモードは夜明けから日没までの1日の明るさを16時間以上かけて表現するモードで、ゆっくりと明るくなるため生態に優しいモードとなっています。基本的には前回紹介した HG990 と同じ照明モードがあると思って大丈夫です。一方 HG999 には4つの点灯モードがあるのが特徴です。1つ目のモードは電源ボタンでオンオフする通常点灯モード。手動で操作することで8色からカラーを選べて、明るさも10段階に調整可能です。2つ目のモードは白色固定で、点灯時間と消灯時間、明るさを設定できる中光モード。3つ目のモードは明るさ固定で、白色以外の7色から色を選んで点灯時間、消灯時間を設定できるナイトモード。そして4つ目のモードは978の 24/7 照明モードの強化版である DIY モード。このモードは L1 から L8 までの8つの区間に分かれていて、それぞれの区間ごとにライトの点灯時間、消灯時間、色、明るさを自由自在に設定できるもので、設定次第では24/7 照明モードのような日の出から日の入りのサイクルを作ることもできます。 HG999 は HG978 の後継機だけあって、色や明るさの調整幅が広がったり、タイマーの時間設定が自由になったりと、いろいろ強化されている印象です。ここからは先ほど紹介した HG978 と HG999 の照明モードの使い方を紹介しますが、 HG978 の各種設定方法については、前回の動画で紹介した HG990 と基本的に変わらないので、ざっくりとだけ紹介します。詳しく知りたい方は右上のリンクから前回の動画をご覧ください。通常照明モードは上から2番目のボタンを押すことで点灯します。ボタンを押すごとに色を変えられます。明るさは上から3番目のボタンを押すことで5段階に調整可能。タイマー照明モードは一番上のボタンを押すことで設定できます。ボタンを押すごとに24時間周期の6時間点灯タイマー、10時間点灯タイマー、12時間点灯タイマー、タイマーリセットを選択できます。細かい時間設定ができないことと、タイマーはボタンを押した時点からスタートすることに注意しましょう。 24/7 照明モードは一番下のボタンを押すだけ。このボタンはライトにあらかじめ設定されている、午前6時に点灯して午後10時30分に消灯する色や明るさを変更できないプログラムに対して、今何時かを教える役割があります。なので午前8時にボタンを1回押して、今は午前8時ということをプログラムに教えてあげることで、現実の時間とプログラムの時間が同期して、午前6時に点灯して午後10時30分に消灯するというサイクルを毎日繰り返してくれるようになります。消灯時間が少し早いこと以外は、設定方法は HG990 と同じです。次に HG999、 最初に電源アダプターをコンセントに挿すと時刻の設定画面になるので、時間を合わせていきます。合わせ方は簡単で、時間が点滅している時にリモコンの左側のアップダウンボタンで時間を合わせて、次に時間設定ボタンを押して分を点滅させて、アップダウンボタンで分を合わせます。その後時間設定ボタンを押して15
12時間表示か24時間表示かをアップダウンボタンで選択した後、再び時間設定ボタンを押せば時刻設定は完了。設定をやり直す場合は再び時間設定ボタンを長押しすれば大丈夫。アダプターをコンセントから抜いてしまうと時間設定がリセットされて設定し直しになるので注意しましょう。通常モードはリモコンのこのボタンで電源のオンオフ、右下のボタンで色の変更、アップダウンボタンで光量の調整ができます。中高モードはモードボタンを押すことで設定できます。モードボタンを1回押してディスプレイに51と表示させます。この状態でモードボタンを中押しして左下にオンと表示させます。もしオフと表示された場合はアップダウンボタンでオンを表示させましょう。モードボタンを押してデイライトオンと時間が点滅したらアップダウンボタンでライトを点灯させたい時間を選びます。モードボタンを押してデイライトオンと分が点滅したらアップダウンボタンでライトを点灯させたい分を選びます。モードボタンを押してブライトネスパーセントを点灯させてアップダウンボタンで点灯した際の明るさを選びます。モードボタンを押してデイライトオフと時間が点滅したらアップダウンボタンでライトを消灯させたい時間を選びます。モードボタンを押してデイライトオフと分が点滅したらアップダウンボタンでライトを消灯させたい分を選びます。最後にモードボタンを押せば中高モードの設定は完了です。時間になるとゆっくり点灯を消灯してくれます。ナイトモードもモードボタンを押すことで設定できます。モードボタンを2回押してディスプレイに52と表示させます。この状態でモードボタンを長押しして右下にオンと表示させます。もしオフと表示された場合はアップダウンボタンでオンを表示させましょう。モードボタンを押してムーンライトオンと時間が点滅したらアップダウンボタンでライトを点灯させたい時間を選びます。モードボタンを押してムーンライトオンと分が点滅したらアップダウンボタンでライトを点灯させたい分を選びます。モードボタンを押してブライトネスパーセントを点灯させ右下のボタンで点灯させたいライトの色を選びます。モードボタンを押してムーンライトオフと時間が点滅したらアップダウンボタンでライトを消灯させたい時間を選びます。モードボタンを押して分が点滅したらアップダウンボタンで消灯させたい分を選びます。最後にモードボタンを押せばナイトモードの設定は完了です。このモードも時間になるとゆっくり点灯消灯してくれます。最後に DIY モードの設定方法。モードボタンを3回押してディスプレイに53と表示させます。この状態でモードボタンを長押ししてディスプレイにオンと表示させます。もしオフと表示された場合はアップダウンボタンでオンを表示させましょう。モードボタンを押すと L1 区間の設定が開始します。 L1 と表示されて時間が点滅しているのを確認したらアップダウンボタンで点灯させたい時間を選びます。モードボタンを押して分が点滅したらアップダウンボタンで点灯させたい分を選びます。モードボタンを押してオフの時間が点滅したらアップダウンボタンでライトを消灯させたい時間を選びます。モードボタンを押してオフの分が点滅したらアップダウンボタンでライトを消灯させたい分を選びます。モードボタンを押してブライトネスパーセントを点灯させ点灯させる色と明るさを選びます。右下のボタンでホワイト、レッド、ブルーン、グリーンを選択。アップダウンボタンでそれぞれの明るさを調整できます。この時4色すべての明るさを 0% にすることでライトの消灯を設定できます。モードボタンを押すことで L1 の設定が完了して引き続き L2 の設定に移行します。 L2 からは点灯時間と分以外を設定していきます。設定方法は L1 と同じなので割愛しますが、この方法で L8 まで
消灯時間と分、色と明るさを設定して、最後にモードボタンを押せば DIY モードの設定は完了。ちなみに先ほど紹介した日の出日の入りのサイクルはこんな感じに設定しています。HG978 と HG999 を30センチ水槽と30センチキューブ水槽、45センチ水槽に設置しています。どれも光量はマックスで設置しました。購入する際の参考にしてみてください。どちらもスペック通り十分な明るさがありますね。HG999 の方が少しだけ黄色みが抑えられていて光が淡く自然な感じがします。Amazon や公式サイトで確認できるスペクトラムでは、どちらも赤色がバッチリ出ているので、スペック通りであれば水草も十分育ちそうです。キューブ水槽に設置した場合だと、どちらも少し暗く感じます。前後方向への拡散が強くないのか、特に前後がより暗く見えます。この辺はレイアウトによって見え方が変わってくるかもしれませんね。色味はやはり HG999 の方が少しだけ黄色みが押されられているようです。暗いといっても陰性水草の水槽や生態の観賞目的の水槽なら十分な明るさです。白い砂の影響もあって結構明るく感じます。どちらも陰性水草の水槽や生態の観賞目的の水槽なら十分な明るさかなといった感じ。3種類の水槽に使ってみましたが、14ワットのタイプはどちらも30センチ水槽に使うのが一番良さそうです。さてここまで HG978 と HG999 のレビューをしてきましたが、どちらも価格を考えたら十分実用的でいいライトだと思います。いい点と気になる点をまとめていくと、まず HG978 のいい点は安くて見た目がいい。30センチ水槽用の LED の中でも安い部類のライトですが、見た目は値段以上の高級感があるので、言われなければとても3000円のライトとは気づかない仕上がりになっていていいと思います。色が黒なのもシックな感じがしていいですね。安価なライトなのに簡易タイマー付き。詳細設定ができないとはいえ、この価格帯でタイマーが付いてくるのは嬉しいです。設定も難しくないのがいいですね。24/7照明ものが面白い。タイマー機能に加えて、この価格帯で24時間のサイクルを再現できるのは面白いと思います。気になる点は、サイズ感。フラットなので高さはあまり感じませんが、30センチ水槽だと上部の面積の約半分がこのライトに埋め尽くされてしまうので、メンテナンスの時に大変かもしれません。ブラケットが浅い。付属のブラケットの水槽にかける部分が少し浅いので、ずれた時に縁から外れて傾いたり落下しやすそうなのが気になりました。欲を言えば滑り止めがついていれば最高でしたね。耐久性。 IP68 の防水レベルがあり、本体もアルミ製としっかりしているので、初期不良以外で通常仕様で壊れるってことはなさそうですが、こればっかりは使い続けてみないとわからないので気になる点として挙げました。リモコンの LED の点滅。 24/7 照明モードを使っていると、今どのくらいの時間かを知らせるために目安となる時間の LED が点滅します。これは人によって気になってしまうと思うので、もう少し目立たない工夫が欲しかったと思いました。次に HG999 のいい点は明るい。3000円以下の LED ライトとしてはかなり明るいものだと感じました。スペック的に多くの光量が必要な難しい水草でなければある程度育てることができると思うので、水草育成用 LED ライトの
入門機として結構いい感じのライトだと思います。タイマーが詳細に設定できる。前モデルの HG978 の簡易タイマーと比べてかなり進化していて、自由度が高くなったのはいいですね。 DIY モードで自分好みのグラデーションサイクルを自由自在に設定できるようになったのもポイント高いです。3000円以下でここまで性能を盛り込んでくると、もはや価格破壊といってもいいレベルだと思います。気になる点はサイズ感やブラケットが浅いところ、耐久性なんかは前モデルの HG978 と同じく気になりますが、他にもリモコンのボタンが硬いのが気になりました。誤作動防止なのかもしれませんが、かなり硬いので DIY モードの設定などの何度もボタンを押す作業の時は指が疲れます。一度設定してしまえばあとは基本的に放置なので、気にならない人には気にならないと思いますが、さて今回はハイガーの LED ライト HG978 と HG999 をレビューしてみました。価格は両方約3000円なので、どっちを買えばいいか迷うかもしれませんが、タイマーの細かい設定が苦にならない方や、水草水槽を始めたいけど費用をなるべく抑えたいって方は HG999 の方を試してみるのがいいかなと思います。対して設定とか細かいことはめんどくさい方や、陰性水草、生態干渉をメインにしている方は HG978 でもいいかなと思います。そこまで高価なライトではないので、気になる方は Amazon のセールなどの安い時期を狙ったりしてチェックしてみてください。それでは今回の動画はここまで。これからも商品のレビューや小型水槽のレイアウト動画などを投稿していきますので、よければチャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどで応援してもらえると嬉しいです。また Twitter や Instagram でも活動していますので、合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。